小大鳥、小大鳥、小砲、使用砲は日本海軍の航空母艦。検査機型潜水母艦剣崎として建造され、後に航空母艦へ改造された。太平洋戦争開戦後の1941年、昭和16年12月22日、航空母艦として竣工。この時に、サチ大鳥と改名した。第四航空戦隊に編入される。 1942年、昭和17年5月、小大鳥は、南洋部隊、指揮官、井上成美中将、第4艦隊司令長官の指揮下で、ポートモレスビー攻略作戦に参加。同作戦従事中の5月7日、米海軍機動部隊艦載機の攻撃で撃沈された、三五海海戦。本艦は、太平洋戦争の戦闘で最初に失われた、日本海軍の空母となった。 県崎の官名は、神奈川県三浦半島東南の鶴木崎による、日本海軍の軍艦としては二代目となり、初代、県崎は、海軍で最初にディーゼルエンジンを搭載した、特務艦、運送艦、給油艦。ロンドン海軍軍縮条約により、航空母艦の保有量を制限されていた、日本海軍は、有事において、短期間、軍令部希望一か月から三か月間で、 航空母艦、空母に改造できる艦船を建造することで、条約の制限を乗り切ろうとした。そのような意図で建造されたのが、空母3隻、サチオオトリ、随宝、流宝の前身たる、潜水母艦3隻、ケンザキ、高崎、オオクジラである。最初から、潜水母艦だったオオクジラに対し、後発2隻、ケンザキ、高崎は、 高速給油艦として設計されたが、建造中に潜水母艦へ変更された。県崎と高崎の姉妹艦2隻は、横須賀海軍交渉で天高と呼ばれていた。2隻は丸に計画で建造が決まり、1933年、昭和8年6月に、具体的な要求事項が決定したが、本当の建造目的、空母化は、軍事機密として伏せられていた。この時点で、 空母化を前提とした設計となっていた。1934年、昭和9年11月5日、日本海軍は、正式に、特務艦、鶴木崎と命名。同年12月3日、横須賀海軍交渉において、県崎は、潜水母艦大鯨、最上型巡洋艦三番艦鈴屋と、同一仙台で寄港した。巡姉妹艦、大鯨2匹続いて、 電気溶接技術を多用したが、同館での溶接失敗経験を生かして、作業は順調に進んだ。1935年、昭和10年6月1日午後5時45分、県崎は浸水した。浸水式に後続の列席はなく、横須賀陳府司令長官、末次信政大将の臨場をした、村田豊太郎中将、横須賀海軍校省長、 池田大一造船少将、交渉造船部長、福田烈造船中佐、浸水主任等が参加した。大学生だった福井静雄も浸水式を見学している。同日府で山下智彦大佐は県崎偽装委員長に任命された。県崎浸水後、第二仙台では直ちに高崎の建造が始まった。10月7日、山下県崎偽装委員長は、 横須賀海軍交渉総務部長へ転任。公認の県崎偽装委員長は、大塚剛大佐、当時、特務官早友官長となった。友鶴事件での復元性問題や、第四艦隊事件の船体構造問題を受けて、二隻、県崎、高崎も、船体補強を実施した。高崎は建造中のため、船台上での補強を実施したが、県崎は、浸水済みのため、 約3年ほど、横須賀港で、渓流放置されている。1936年、昭和11年6月19日、横須賀海軍交渉で、姉妹艦の高崎が浸水した。7月8日、同交渉で、空母飛流が寄港した。その時も、県崎型2隻、県崎、高崎は建造途中のまま横須賀で停泊、放置状態であった。 10月7日、水崎正二郎大佐、高崎偽装委員長が早友徳組務官長へ転任したことに伴い、大塚、県崎偽装委員長は、高崎偽装委員長も兼ねることになった。12月1日、大塚、県崎、高崎偽装委員長兼務が従順要官、古高官長へ転任したため、樋口博大佐、当時、空母加賀副長が、 県崎偽装委員長に任命された大塚は1945年7月、戦艦長都艦長として戦死。1937年、昭和12年5月20日、樋口県崎偽装委員長は、舞鶴海軍航空隊司令へ転任した。そのため、柿の元の権一郎、高崎偽装委員長が、県崎偽装委員長を兼務することになる。 6月15日、柿の元の大佐は、県崎、高崎偽装委員長の兼務を説かれ、橋本愛次大佐、当時、総工巡洋艦浅間艦長が、県崎偽装委員長となる。11月16日、横須賀交渉で飛竜が浸水した。その時も、剣崎型二隻、県崎、高崎は、横須賀に係留されていた。12月1日、橋本、 県崎偽装委員長は、高崎偽装委員長との兼務を命じられる。1938年、昭和13年9月15日、日本海軍は、大鯨での経験を活かし、県崎の高速給油艦から、潜水母艦への改造に着手した。9月20日、橋本県崎偽装委員長は、正式に県崎艦長となった。11月20日、橋本県崎館長、 高崎偽装委員長は、軽巡洋艦伊豆津艦長の兼務を命じられた。同日、立山沖で全力公務を実施。同時期、健崎は本艦を特務艦と、宛名する郵便物に対し軍艦として、扱うよう通達している。12月15日、橋本大佐は、各艦艦長兼務を解かれて、伊豆津艦長のみとなり、高崎偽装委員長には、中里高次大佐、 大クジラ艦長、ケンザキ艦長には、第18潜水隊司令と第30潜水隊司令を兼ねていた、福沢常吉大佐、それぞれ任命されている。1939年、昭和14年1月15日、ケンザキは潜水母艦として竣工、横須賀鎮守布石となる。しかし将来の布石として大型複合ディーゼルを導入したものの、 運転孔味で故障が発生。その後も、機関故障が続発。最大発揮速力は、約17ノットに制限された。2月5日、県崎は、第二艦隊、第二潜水船隊に編入された。2月6日、軽巡洋艦阿武熊から第二潜水船隊機関を継承する。北市や南洋方面で活動。11月15日、艦隊の再編により、 1> 第1艦隊、第4潜水船隊に編入。県崎は、同潜水船隊機関に指定された。同日府で、福沢、県崎艦長は、第15防備隊司令へ転任。福沢は、太平洋戦争会戦時の工作艦赤石艦長。後任の県崎艦長は、伊藤伊太郎大佐、当時、運送艦の島特務艦長となる。翌年にかけて、 南市や南洋方面で活動。高速大型の最新鋭潜水母艦2隻、大鯨、剣崎が潜水船隊に加わったことで潜水艦部隊の連動は大いに向上したという。また、潜水船隊関係者の武技大義大会も格納庫を利用して開催された。居住性も良く潜水艦乗員からは剣崎ホテルと呼ばれたという。一方で、 県崎型二番艦高崎は1935年、昭和10年6月20日に寄港、県崎の浸水から1ヶ月以内、翌年6月19日に浸水したが、その後は前日のように、県崎と共に横須賀軍港で、渓流放置されていた。未完成のまま放置されていたため先行して、航空母艦へ改造中の高崎は、1940年、 昭和15年12月15日府で空母随法と解明され、12月27日に竣工したが、その際に随法、1938年、昭和13年115日気候、1939年、昭和14年3月1日浸水という架空の気候、浸水日を登録した。また、本館の場合も、1939年、 昭和14年1月10日、気候、1940年、昭和15年2月23日浸水という架空の交尾と浸水日を設定した。このため本当の気候順は、1番艦、大鯨から2番艦、鶴見崎から3番艦、高崎だが、航空母艦としての関係は、随宝、高崎、小を取り、県崎から、竜宝、大鯨となった。本艦 幸チオの空母改装は1940年、昭和15年11月15日から、横須賀海軍交渉では始まった。横須賀鎮守府第四予備官となり、航空母艦への改造工事に着手。横須賀交渉ではすでに航空母艦、昇格の建造が始まり、浸水も前年6月1日に済ませていた。同日府で、伊藤、検査機関長は、 海軍潜水学校教頭へ転任、昇格偽装院長城島工事大佐が、昇格偽装院長と県崎官長を兼務することになった。県崎は1940年、昭和15年11月15日から計画通りに航空母艦へ改造されたが、不調のディーゼル機関をタービンと交換した。この工事に約1年かかってしまった。不調のディーゼルエンジンを、 カゲロウが宅地区間の関本式ボイラーと関本式タービンに乾燥したのである。1941年、昭和16年4月17日、上マ大佐は昇格初代官長に任命され、引き続き2席、昇格、県崎官長を兼務することになった。8月8日、上マ大佐、昇格館長、県崎官長は、両官官長兼務を解かれ、 装型戦艦二番艦山城の尾端畑左衛門艦長が、健崎艦長と山城艦長を兼務することになった。10月1日、尾畑艦長、山城艦長、健崎艦長は、兼務を解かれ、健崎艦長は、元山海軍航空隊司令沢石の助大佐となった。11月1日、横須賀鎮守府特別駅務官に定められる。12月20日、 ほぼ改装が終わった、県崎、幸大鳥と交代で、横須賀で大鯨の空母改造が始まり、それに伴い同艦が予備艦となった。12月22日、改造完成により、剣崎から小大鳥へと解明された。同日付で航空母艦に類別、横須賀鎮守布石、伊沢大佐、県崎艦長以下、県崎乗組員は、 小大鳥乗り組員となった。また、艦艇類別等級別表の潜水母艦欄から、検査機型が削除された。1941年、昭和16年12月8日、太平洋戦争が勃発。12月22日、完成と共に第一航空艦隊所属の第四航空船隊、司令官、角田各自少将に編入された。第四航空戦隊から、 連合艦隊付属に転出した、カスガ丸級特設空母一番艦カスガ丸の大艦であった。司令官角田少将は、空母流城を機関として、南方作戦、乱陰作戦に従事しており、巡航したばかりの本艦は、内地で訓練に従事した。なお、小和取りへの解明に際し、空母、放章、または空母商法とする呼気が多発、郵便物の誤配に悩まされた。 小おの航空母艦としての最初の任務は、ニューブリテント・ラバウルへの冷式艦上戦闘機、以下、冷戦輸送任務であった。1942年、昭和17年2月1日付で、本艦は、南洋部隊、指揮官、井上成美第四艦隊司令長官に編入された。2月4日、小おは、駆逐艦補風とともに、横須賀港を出港。 当時の小を取り搭載機は96式、艦上戦闘機4機、97式艦上攻撃機9機だった。出航時の収容機は、96艦船6、うち3機解体、97艦航12、艦艦上2機、0戦9機であったという。2月6日、対戦紹介中に96艦船が着艦に、失敗、パイロットは、歩風に収容されるも戦死した。 2月9日、第四艦隊、司令長官、井上成美中将、南洋部隊指揮官、機関鹿島の根拠地トラック白地に至る。2月13日、小大鳥隊2隻、幸チ大鳥、歩風は、トラックを出発して15日ラバウル北方150海りで、冷戦9機を発艦させ、2月16日トラックへ戻った。公開中の15日、 第四艦隊は本艦に対し、パラオでの基礎訓練と同基地配備の96艦船12機をトラック白地へ輸送するよう命じた。2月18日、小大鳥隊、サチ大鳥、ホフーはトラックを出港するが暗号解読により待ち伏せていたアメリカの潜水艦グレーリングから狙われたグレーリングの場合は赤木、加賀を標的としていた。 400から500メートルまで迫ったもののグレーディングは攻撃に失敗し、日本側は何も知らぬまま公開を続けた。2月20日、米空母歴ントンがラバウル島方解面に出現したため、井上中将は練習巡洋艦菓島、不施艦沖の島を率いて、トラックより出撃、さらに第6戦隊、司令官ご当存自少将青葉、過去、木の笠、古高と、 小オトリにも迎撃を命じた。同日正午、小オトリはトラックに向け反転。21日に、第六戦隊、後藤少将の指揮下に入る。歴史ントン追撃のための措置だったが、本格的な交戦に至る前に、ラバウル航空隊に迎撃されて歴史ントンは撤退した、ニューギニア沖海戦。第四艦隊の追撃作戦は中止され、小オトリはパラオへ向かった。 仮にこの時点で大型空母歴ントンと対決した場合、三五回海戦と同じ結末をたどったと思われる。2月24日、空母エンタープライズの関西域がウェイク島を空襲した。パラオへ向かっていたサチオートリは再び反転してトラック諸島近海に戻り、2月26日トラック到着。以後は同地で訓練に従事した。 3月上旬にもラバウル方面への航空機輸送任務を実施、零式艦上戦闘機に0機がラバウルに進出した。4月6日朝、搭載航空機を旧式の96艦船から零式艦上戦闘機に更新するため、トラック白地を出発。4月11日夕方、2隻、サチオ鳥、ト風ホフは横須賀に到着した。本艦は018機。 台南海軍航空対応9機96艦船2隻分解収納97艦航6機を搭載し4月20日に横須賀を出航する予定だった4月18日ウィリアムカイ・ハルゼ中将率いるアメリカ軍の機動部隊ホーネットエンタープライズ機関が日本本土東方海面に接近紹介漁船第23日東マールに通報されたため 予定より10時間早く、ジミー・ドーリットル中裁貨 B-25 ミッチェル爆撃機16機を発進させると、アメリカ軍機動部隊は西方へ退避。昼間、強襲を観光した B-25 隊は各地で爆撃に成功した。ドーリットル空襲時の小大鳥は、東京湾で航空対発着艦訓練に従事中だったが、横須賀を爆撃した。 p-25 に対し 12.7cm 高射砲2発を発砲した。続いて、アメリカ軍機動部隊追撃のため、訓練を中止して、横須賀へ入港。当時の使用可能な小大鳥航空隊は冷戦10、96艦船4、96式艦上攻撃機6機であったという。一方、米空母追撃の指揮を取る第二艦隊司令長官。 近藤信岳中将は、まず、横須賀在白中の、第四戦隊、あた第二艦隊機関、高尾、第十駆逐隊、遊具も、剣運、風雲、第七駆逐隊、塩、明けぼの、さざ波、第八駆逐隊、朝潮、嵐潮、第四駆逐隊、嵐、のわけを引いて、横須賀を出撃する。同時に、三河湾に停泊中の従順麻屋、第四戦隊、 カツ島白地の第五戦隊、明光、ハグロ、クレノ軽巡人数、第二水雷戦隊に、前進部隊への合流を指示し、小大鳥に対しても、前進部隊編入を加齢。本艦は、近藤中将、あたごの指揮下に入り、米軍機動部隊を迎撃することになった。4月19日、午前4時頃に、横須賀を出発した、佐中大鳥は、千葉県の島崎付近まで、 駆逐艦2隻、朝雲、三雲に護衛された後、短艦で、前進部隊、第2艦隊の後を追って投進した。小和踊りの護衛には、第7駆逐隊、塩、明けぼの、さざ波が指定されていたが、合流できないまま4月20日有国の作戦中止通達を迎え、各隊、各艦は母港への帰路に就いた。近藤長官は、 第七駆逐隊の代わりに第四駆逐隊、嵐、野分けを派遣する。合流後、三隻、幸大鳥、嵐、野分けは23日朝になり、横須賀へ帰着した。昭小大鳥トは1942年、昭和17年5月7日の三五回海戦において、MO 攻略部隊主体、青葉、加古、木の傘、古高、小大鳥、さざザナとして、 輸送をを護衛中にアメリカ軍機機動部隊艦載のの攻撃撃受け撃沈され、経過は以下の通り。日本軍は、米合社団作戦の一環として、ニューギニア島の要所ポートモレスビーの攻略を目指していた、ポートモレスビー作戦。その布石として、第四艦隊、司令長官、井上成美中将、機関鹿島の指揮で、ニューブリテントーラバウルを占領。 さらに、フロリダ諸島つらぎ島を確保して水蒸気部隊の進出を起とする。連合軍にとってもポートモレスビーは、オーストラリアの安全を守ると同時に、将来の反抗作戦における、超約台として重要な拠点だった。連合軍、イギリス軍、アメリカ軍は、すでに日本軍の暗号を解読しており、小大鳥は新鋭空母、リュウツルとして認識されていた。また、 日本軍の複雑な作戦計画に乗じて、敵軍の格好撃破を狙える立場にあったが、投入できる空母は2隻、ヨークタウン、レキシントンのみで、戦力的に十分とは言い難かった。一方の日本軍も、小型空母1隻、サチオトリの他に、第5航空戦隊、司令官、原田和少将の昇格型航空母艦2隻、昇格、随格を投入することになった。 南洋部隊としては、空母、かが、その後、第二航空戦隊総流、飛流に変更の増援を要請したものの、兵力不足のため、第五航空戦隊の二隻に変更されたという経緯がある。四月二十四日、小大鳥は吹雪型駆逐艦さざ波、第七駆逐隊小族と共に、横須賀を出撃。4月29日、トラック白地に到着して、 第6戦隊、第1小隊、青葉、過去、第2小隊、絹笠、古高と合同した。だが、第6戦隊との作戦打ち合わせは出撃前日に、かろうじて間に合ったという状況だった。トラック白地での会議では、第4艦隊参謀、河合岩尾大佐、第5航空戦隊参謀、山岡三子、夫中佐も出席して、 主に、小大鳥の運用について討議したという。第五航空船隊側は、空母3隻、隋格、小閣、小大鳥を集中運用する方針を示し、小大鳥側も、搭載機を戦闘機に統一した上で、防空任務を担うことを希望した。しかし第四艦隊は、輸送船団の護衛を重視して、護行船の案を却下した。また小大鳥飛行長、 杉山理一少佐は、小王鳥を輸送船団から分離させて企業行動するよう主張したが、第四艦隊側は、輸送船団を安心させるために、船団の視界内を航行するようにと主張、小王鳥飛行場の意見は却下された。輸送船団十四隻の速力は約六から七ノットだった。こうして、小王鳥の任務は概ね決定したが、第六船隊司令官、 後藤存知少賞としても、サチオは元来兵力微弱にして、連度また十分とは言い難い小型空母の運用については悩むところがあり、水上規模艦部隊、上川丸、聖川丸航空隊と連携した上で、本艦任務を戦団護衛上空と定めた。MO 攻略部隊主体は4月30日トラック白地を出撃するが、最初の任務は、 つらぎ攻略部隊の上陸支援だった。航空隊収容のため2隻、サチオオトリ、サザナミは第6戦隊の従順4隻から遅れた。5月2日に第6戦隊と合流するが敵飛行艇迎撃時に事故で戦闘機1を喪失した。5月3日、つらぎ攻略部隊はフロリダ諸島、つらぎ島、ガブツ島等を簡単に占領。 直ちに水上機部隊の基地設営が始まる。作戦成功により、津ぎ方面部隊の護衛をやめ、MO 攻略部隊輸送船団護衛のために、反転した。5月4日、ヨークタウンは、津ぎ空襲を観光、無月型駆逐艦菊月、第23駆逐隊小族を撃沈し、不設艦沖の島、第19戦隊司令官、島清秀少将座城闘争外を与えた。 救報を受けた主体第6戦隊小おとは反転なんかしてアメリカ軍機動部隊を捜索したがヨークタウンはすでに南へ飛退しており発見できなかった5月5日ピルマの戦護衛を実施後小おとはブーゲンウィル島ショートランド白地にて給油艦移動から夜間燃料補給を行うことになったところが作業不慣れのため 1> 約1時間しか補給できなかった。そこで5月7日夜に、デボイネ諸島で、高広島あるより燃料補給を行う手はずが整えられた。ショートランド出港後に、オーストラリアより飛来した、B、B-17 重爆3から4機に爆撃されるが、特に被害はなかった。同日、MO 攻略部隊主体、MO 攻略部隊輸送部隊、デボイネ隊のいずれもアメリカ軍基地航空隊。 機動部隊に発見され、5月7日の空襲は確定的となった。また、日本軍も97式飛行艇が、つらぎ南方約600回りに、空母一隻を含む艦隊を発見して、通報、日米双方とも艦隊決戦に向けて準備を進めた。第6戦隊、第2小隊、木ヌガ古高は、策的機発進のため一次主隊から分離し、 5月7日0700に交流した。5月7日朝、策的に出た SBD ドーン・トレスは、ルイジアード諸島三島島北方海面に空母2隻、重巡洋艦4隻を発見して報告した。フランク・ J ・フレッチャー少将が指揮する空母2隻、レキシントン・ヨークタウンから西北西に約175回時で、フレッチャー少将は日本軍主力空母部隊と判断。 躊躇なくそ攻撃を命じた。攻撃隊90機以上、歴新ン,ン隊50、艦船10、爆二28、艦航12、ヨークタウン隊43、艦船8、艦爆25内し24、四、艦10が発進した。ところが、偵察機が母艦に戻って報告したところ、巡洋艦2隻、天竜、立田と駆逐艦2隻の誤報であることが判明した。 フレッチャー少将は、激怒したが、日本軍輸送戦団撃破を狙って攻撃隊を呼び戻さなかった。続いて、アメリカ陸軍の B-17 重爆から空母一隻及び、数隻の艦隊を発見したとの報告が入り、最初の攻撃目標から北方35マイル地点、アメリカ軍攻撃隊はこの小型空母に向かった。一方、 小大鳥以下 MO 攻略部隊主体も朝から、哨戒機や偵察機を発進させていたが、古高、木の傘偵察機から、アメリカ軍機動部隊発見の報告を受け、小大鳥は攻撃隊発進準備に着手する。当時のアメリカ軍機動部隊は、MO 攻略部隊主体の東南東160回り、片道1時間20分ほど、に位置していた。だが、直駅の収容に手間取り、 攻撃隊を発進させる前に、アメリカ軍攻撃隊が来襲した。午前8時30分、小大鳥も、感染3、観光1を、収容、感染3を発進させた。同時刻には、青葉、過去からも水蒸気が発進した。また5隻、従順4隻、青葉、過去、木野傘、古高、駆逐艦1隻、サザナミは、小大鳥を中心とした。 臨慶人を形成し、対空戦闘に備えた。午前9時前後、アメリカ軍機が、MO 攻略部隊主体に対する攻撃を開始した。最初の急降下爆撃、キシントン攻撃隊と推定は、回避に成功。続いて空襲下で冷戦3機を発進させるも、日本時間9時20分、現地時間11時20分頃から次々に爆弾と魚雷が命中した。 零戦産機、九十六艦船三の五 A では、九十機を超えるアメリカ軍機の爆撃機と雷撃機の同時攻撃を防ぐのは不可能だった。TBD 艦上攻撃機デバステーターより、魚雷が投下され七本が命中。SBD 級高化爆撃機ドーントレスより投下された爆弾十三発が命中。他に、艦航一機が魚雷を抱いたまま小を取り下げに自爆したとされる。 上空で戦闘を目撃したアメリカ軍の戦闘機パイロットが悲惨な光景に動揺するほどの徹底的な攻撃が小型空母の小和取りに叩き込まれた。レキシントン攻撃隊は爆弾7発命中と魚雷9発命中、ヨークタウン攻撃隊は爆弾14発と魚雷10本命中を報告しており、これは双方の航空隊が同時に攻撃を仕掛けたため戦火が重複した。 ものとされる。また、軽巡洋艦一石破壊も報告したが、該当艦は存在しない。小鳥では、短時間のうちに過剰とも言える爆弾と魚雷が命中して大火災となったため、乗組員は手の施し様がなくなった。9時31分、現地時間11時31分に、総委員体艦が発令される。だが、 相当数の乗組員が配置についたまま沈んだ。退去命令より間もない9時35分、現地時間11時35分にショー、小大鳥は、艦首から沈没し始め、アメリカ軍が沈めた、史上初の空母、日本が喪失した、最初の空母となった。アメリカ軍攻撃隊は、SBD ドーントレス3機創出。小大鳥直江大機は3機が行方不明となり、 冷戦2.96艦船1がデボイネ諸島へ向かい、同地で不時期した。奥宮正武によれば一機は、遊軍地上部隊に誤射され撃墜された可能性があるという。小大鳥戦闘機隊のノートミケンジロ郎隊は、翌年11月のブーゲンビル島を沖航空戦で戦死した。MO 攻略部隊主体は、アメリカ軍機の再空襲を避けるため、 小大鳥生存者の救助を中止して北上した。各艦は丸太、木片、救助用具、秋樽などを投下すると、遊国救助に戻る旨を小大鳥漂流者に手端信号で伝え沈没現場を離れた。12時15分、後藤司令官はサザナミを小大鳥の沈没現場に向かわせた。3時間後に到着して救助を開始。 小大鳥明則組員836名のうち、巡視官以上3名、下士官兵約600名の計631名が戦死、生存者205名、負傷者72名と記録されている。容認3名、散髪、料理、洗濯も戦死。上院839名中生存者は203名とも、伊沢医師の助大佐、佐大鳥館長は生還した。 また沈没時に上官してた報道範囲、従軍記者も救助されたが、漂流中に、フィルムの入材が溶けたため、戦闘中の小王取り及び、乗組員写真は現存しない。18時55分、第6水雷戦隊機関、司令官、梶岡貞道少将の、軽順夕張は出来者の声を聞いて、第3地区隊、ム月、弥生、ヨ月とと共に救助活動を行った。 駆逐艦やよいは、小大鳥上院2名を救助。続いて、母艦を見失った、さざ波みない家庭を発見し、同艦に帰還させた。その後、小大鳥生存者は、旧油艦移動に移動後、トラック白地で内地送艦を待った。その際に、伊沢大佐、幸大鳥艦長が、過去の高橋艦長を訪問している。5月17日、病校型重巡洋艦2隻。 病行、ハグロは、第27駆逐隊、シグレ、ハクロ、アリアに護衛されて、トラック白地を出発する。小大鳥館長以下生存者、約200名は、病行とハグロに分譲して、クレに向かった、5月2日、到着。5月7日の MO 機動部隊、小核、随核の攻撃は、作敵機が、給油艦、ネオ小空母と5人報告して、 これに集中攻撃を行い、肝心のアメリカ軍機動部隊には手を出さなかった。第六戦隊偵察機からの報告で、ヨークタウン、レキシントンに白母攻撃を観光するも、アメリカ軍戦闘機に迎撃されて、戦火虐大損害を受けた。結果的に見て、小王取り喪失、アメリカ軍攻撃隊の小王取りへの集中攻撃は、第六戦隊や、 攻略部隊輸送船団を間接的に守ったことになり、これはアメリカ側もこの種の海戦は初めてなので仕方がない空母を過剰に叩きすぎて巡洋艦や輸送船団を見逃してしまったと認めている。一方で機動部隊同士の戦闘においては MO 機動部隊、昇格、随格がチャンスを生かせなかったことで無駄になったと言える。深夜になり第六戦隊は二分割され、 1> 第1小隊、青葉、過去は、第6水雷戦隊等と共に輸送戦団護衛を、続行、第2招待、絹笠、古高は MO 機動部隊、第5戦隊、明光、羽黒、第5航空戦隊、随格、昇格、第7駆逐隊、塩、明けぼの、第27駆逐隊、しぐれ、白露、夕暮れと合流して5月8日の戦闘に臨んだ。また、 長大鳥沈没により、南洋部隊指揮官、井上成海第四艦隊司令長官は、ポートモレスビー攻略船団に対し退避を命令した。海からポートモレスビーを攻略する日本軍の機とは、頓挫し、オーストラリアは、日本軍の脅威から解放された。機関鹿島に上官し、ラバウルに進出していた、南洋部隊指揮官、井上成海第四艦隊司令長官は、 当時の心境について、統合大将波動なされしや、統合、連合艦隊司令長官は、旅順港閉塞作戦で、戦艦席、初世、八島を、喪失と思い出して、平成を務め、大事、な陛下の五艦、しかもも大事、な空母を、最初に鎮、めたのが自分だとし、ふとミに自責の念に、大変ず。切腹して済むなら駅異となるも、切腹したって鎮んだ艦を同戦。 どうにしても申し訳なし、残念だ、不運だとも思えふと回想している。連合艦隊参謀長、うがきまとい少将は、陣中日誌、戦争録の中で、小大鳥の沈没について、幸チ大鳥は、特務艦剣崎の改造によりて、本年早々を春高第四艦隊に入れたるもの、そのこと武器のちの、短価理事を惜しむ。同艦飛行機のうち戦闘機の一部は、 救助せられたるも観光はいかにせしや、大戦かの夢はされり、戦は相手あり、思うようにはいかぬものなり、敵の来襲予期しある場合、今少し統一ある兵力の使用できざるものや、と言及している。新珠湾空襲以降、日本軍の攻勢に押されていた連合国軍にとって、賞を取り、アメリカ軍認識では、竜鶴の撃沈は、 日本海軍主力艦艇の初の撃沈であった。その戦果は戦意砲用のため大いに宣伝されたが、実際には大破だった昇格も撃沈したと錯覚していた。対する日本軍は国民の動揺を抑えるため、大本営発表で我が法尊米、給油艦を改造せる空母一隻と発表している。また第四艦隊、司令長官。 井上成美中将が受けた衝撃も相当なものだったという。戦死総書では兵力不足に加えて交渉面の作戦を担当していた南洋部隊としては軽空母とはいえ主事交渉の末ようやく与えられた虎の子の空母であったからであろう。と結んでいる。上記のように日本軍のポートモレスビー海上攻略構想は本海戦をもって頓挫し、三五回海戦は アメリカ軍の戦略的勝利で終わった。5月20日、航空母艦から、小おとりの削除が発表された。また水上規模艦水穂と同日付で、軍艦席から除籍された。計画1942年1月30日1942年4月23日1942年5月7日。同警艦として、随宝型航空母艦の随宝が挙げられることがある。 1942年5月7日、三五回回戦で、小大鳥は撃沈しており、1943年9月25日付の、官邸類別東急別表では、随法型は随法、流法となっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。